皆さんにちょっと見せたいものがある。この台の筐体なんですけど、まあこれ筋肉マンですね。これ筋肉マン見て、かわいいカエル山さだからね。でー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 、ほらおしゃれだよね。下皿まあいらんけど、別にこんなの下皿カエルが。さあやってまいりましょう。ゴーズマーンとかね。あ、来た来た、ほらやっぱ何も引いてない。来てるね。そう、ゆで卵先生。さあ行きましょう。いいよ。お、レークかな。あ、レークだ。着地30ね。で、これ狙います。あ、ダメなんだ。揃わない時もあるってことね。なるほど。まあ、アベしたね、うん、っていう感じです。正義の名のもとに全長かな、揃えば。いや、3桁じゃない、50以上かな。スプリングでしょ、合ってる。スモー、え、こいつエジプトマンちゃう。これな、何、うん、ミスターカーメンなら、あ、ほんとだ、ミスターカーメンだ。ミスターカーメンならわかるわ。あ、ミスターカーメンだ。まだか。あ、勝負だ。あ、じゃあミスターカーメンか。いいよ。あ、ガーラの技見てよ。あ、見たことあるこいつ。シースーだろうか。血を吸われて死ぬ、マジ。あ、あ、うわ、いた。あ、これのストローで吸うんだ。あ、ほんとや、怖っ、怖っ。すぐるやそう、木差し。あ、多分あれだな、これだ。ああ、あ、多分そう。悪魔超人の正体はお化け。なんか敵キャラのなんか強敵感あるよね。強キャラか。 BH 顔ないよ。ブラックホールって最強だぞ。宇宙の断り。え、ブラックホールマン。あ、ちょっと待って、カピッチさんおはよう。筋肉マン楽しんでね。いきます。ありがとう、カピッチさん。ごめんね、遅くなっちゃって。ありがとう。え、ニックボタンってかプッシュがある。あ、ごめん、変速落ちちゃった。あ、大丈夫だった。こんだけ変速落ちできんのか。あれ、なるほどね。そう、あの、まあ、天波、これ天波の時ゲーム数今30ゲーム増えた。ほら、こいつら近づいてきている。これ最大あれだよね、あの1200万パワーってことだよね。1200万ゲームだよね。突っ張りは、うん、これ熱いかも。下パネ今ショートした。そういう演出か。え、あ、そういう演出。あ、ステカセキング。キャラクターもなんかコミカルで可愛いよね、敵キャラでも。ステカセキング、ありがとう、応援してます。頑張ってくださいね。ありがとう。うん、赤いな、赤いな。ちょっとチャンスかもしれん。さっき赤くなかったから。赤い、じゃあ、え、あ、飛んだ飛んだ飛んだ、上に飛んだ。テリーマン、テリー超えた。ちょ、当たる、臭い。かなり熱いよこういうパターンは。おお、なんかかっこいいな。カットイン入った。おお、多分大丈夫でしょ。いきます。おお、バッファローマン弱くね。俺のコンピューターに
3倍の回転なんだ。どういう計算なん、俺分かんないんだけど。200×2×3 で1200。どういう計算。いきましょう、継続すると礼を聞こう。いきます、見て、いくよ。ミート君バラバラ事件、俺これさっき見たけど衝撃的だった本当に。体が吹っ飛ぶ。さあこれで多分こっちに行けば行こうといいのかな、誰がいいんだろう。さっきはスプリングマンだった。アトランティス、水の殺し屋アトランティス、なるほどね。でここで多分これの抽選が、なるほどね、こう4戦目から後継続に期待、なるほど。ちなみに皆さん今日はリスナーさんからもらったんですけど、今日ちょっと見せよう。今日ねリスナーさんからもらったやつなんだけど、今日の T シャツ、これなん筋肉マン、実はそう、見えた、あ、見えなかった、見えたでしょ、実は筋肉マンのあの服です。一瞬すぎる、ちょい横にお客さんいるからちょっとあんま見せられない、後で見せるわ。なるほどね、767ゲーム、ゲームで計算するね。ただ851万パーだから、モード B だったかな、サル、はい、いや、この台結構面白い、でも、うん、今んとこね、俺嫌いじゃないな。正義超人は筋肉マンだけじゃないぞっていうセリフがあるんだ。どれだっけ、シナリオ2か8確定、シナリオ2は8確定だってことは、シナリオ2は8ってことはこれ見て、シナリオ2は8確定、濃厚だから BABで、8だったら E だから、ここ勝利、 E だったら 100% 勝ち、全部勝つ、勝利確定だ。初戦がなんか確定キャラみたいなだったらかなり熱いわ。こんな感じ、ミートバラバラ事件、あーミートくん、あーバラバラになっちゃった。まあテーブル8は、あーやっぱこいつか、頼むぞ。さあ、おこれ何、これ、バッファローマン乱入だって、何これ、シナリオ 8？ うわマジでやばいかもしれない。ジョー行くぞ、行こう、これ8だったら、100%、8000で上位確定、まあ、ちょっと分かんないから、違うかもしれないからまだ分かんない。だってミート君の顔だよ、パーツ顔なんだけど、たった一つある、なんだ、ウォーズマン喋った、
顔やん。怖い。クライマックスバトルいきます。勝てばじゃない、もしかしたら。頼むぞ。ほら、やっぱ負けた。っていうことだね。なるほどね。ってことはチェリー引けばよかったのか。うん、そういうことね。オッケーオッケーオッケー。そう、あ、赤いよ。え、あれ赤くない？え、なにこれ。多いんだ、いつもより。あ、いつもより多い。あー、なるほどね。お、悪魔将軍だよ。え、これ何？悪魔将軍、これなんかありそうだな。悪魔将軍熱いよね。大丈夫。パッツーさん、キロスパありがとう。やった、筋肉は頑張って勉強させてもらいます。パッツーさん、キロスパありがとうございます。ありがとう。 OKOK。 パッツーさん、ぜひぜひね、あの僕の配信見て、あのよかったら次の筋肉マンのね参考になれればいいと思っております。ありがとう。パッツンさん、キロスパありがとうございます。スーパーチャットセンキュー、ありがとう。ありがとうね。ダメか。あ、いきなりバトルだ。これ熱いかも。いきなりバトル来た。ありがとう、パッツンさん、スーパーチャットありがとう。お、いけるか。あ、ありがとう。じゃあ150万パワーまでやった方がいいのかもしれない。こっからこの AT は SP モードらしい。これだ、バッファローマン SP だ。トトネジは1セット目にバッファローマン必ず乱入。バッファローマンに勝てばスーパーヒーローモードが確定。だからこれバッファローマン SP です。突破確定じゃない。でここで霊薬を引かなきゃいけない。ゴキブリ、ここがきつい。これAT は初回が30ゲーム、約29ゲームね。2セット目以降が25ゲーム。だって勝利したらスーパーモードだよ。ありがとう、キロト、サンキュー。チェリー引け。怖いって言ってる。なんでバッファローマン怖がってるよ。わあ、びっくりした。モンゴルマン、ありがとう。え、これじゃあ7セットでスーパーヒーローモードだ。バイル7セット継続は確定です。いきましょう。だ、上位確定ですね。おお、勝った。おーおーおー、
7セット目、7セットは確定だって。さあ、おー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 、ありがとうありがとう、親方さん、黄色つありがとうございます、ありがとう、見せ場来たぞみんな、ありがとう、スーパーチャット Thank you、 ありがとうありがとう、みんな見せ場来た、ありがとう、おめでとう、レイク、おい、また取った、ここか、要は V ストックね、そういうことね。キャラ紹介始まりましたね。80万パーなんだウルフマン、90万パーはベルリンの赤い、うわ雨スタート、うわあ、いいのか、写真撮るか、オッケー、あ、ブラックホール、飛んでる、あ、歌が流れてる、 MA マッソー3、2、1、おー飛んどる、いやグランドスロームだね、スラムだね、誰、あ、ブラックホールか、これは継続確定ね、7戦目は確定だけど、あとは85%っぽい、なるほどね、 OK、 じゃあ、まあでもストックは1個取ってるよ、おー、あー7、なるほどね、突破後にあるんだ、じゃあそこまでストック取りゃいいわけ、でもいい子取ったよストックは、コードオーガー納豆焦がす右手だ、さあいいね、7戦目までは確定でしょ、なるほどね、なるほど、歌が流れる、いいね、ちょっとゆっくり見てこうね、うん、いやいいね、気持ちいいわ、あ、ブラック、え、大丈夫、 え、ブラックホールに入ると人間は戻ってこれないから、うん、ブラックホールに吸い込まれちゃったけど大丈夫、 あ、出てくるのか、出てこい、まあ出てくるんだけど、え、ブラックホール入ったらだって無理だよ、ブラックホールに入る前に人間っていうかスパゲッティ現象ってのが起こるから、てってん、おしえ、なるほどね、スプリングマン、レインボーなったぞ、何これ、レインボーなったぞ、いきます、一応写真撮っとこう、ポリラウンド1、さっきのチェリーで確定したのかな、セットストック残ってるらしい、これなんていいやつかんだ、でも一戦一戦が 85% でしょ、 85% をは、5回通しちゃいいわけでしょ、悪魔大行進5、あ、今ね多分回線のおかげあれでバグってる、どう説が、よかったら皆さんね、チャンネル登録してない方いらっしゃればぜひチャンネル登録よろしくお願いします、さあ行きましょう、3戦目、悪魔大行進は行きたいな、これは大丈夫、セット数持ってればね、おーステップ、そうだよね、セット数が残ってるならここは大丈夫で、4戦目まで大丈夫なはずだ、ここまで大丈夫、悪魔大行進目指そうで継続、ここまでは持ってるはず、
ってきたわ。すげえ豪華なプッシュだな。押します。筋肉プッシュ、いいよ。こっから上位 AT 悪魔代行していきます。けー、こんな感じ。3枚数管理の AT に変わってきます。でこんな感じでね、期待枚数は約1000枚と。上位 AT ですね。いきましょう。なんか既視感あるなこれ。あ、フリーズした。お、なんか取ったぞ。次セット継続確定、ランクアップで次セットの枚数を上乗せ。なるほどね、ステッカーセッキング。バーを狙え。ああダメか、なんか鉄拳デビルみたいだね。確かに。悪魔大行進ならね、まあ間違いではないよね。ベルはめっちゃ切る。外れか。お、ベル霊撃。おお来た。ああ、どうなの、チャンス。お、プラス20枚ね。なるほどね。で、なるほど、直乗せと煽ってるね。なんかネクスト悪魔超人を乗せいきましょう。ステカセキング。地獄のシンフォニー何枚焼くか。なるほどね、なるほど。お、フリーズしてるよ。あ、ちげえか。なるほどね。お、来た。あ、継続確定、継続確定で、ここでバードロイとかするとこう上がっていくんだ。あぶねえ。まあ継続が確定しましたね。背景赤とかあったら揃うだろうね。100枚か。まあ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 、通常時は銭形に似てる。まあ天波だね。でこれで終わり。なるほどね。でここで引き戻しがある。これで終わっちゃったんだけど、ラウンドで。ここから30ゲームのあれがあるらしい。でここで、フリーズしたら、悪魔大行進に戻ります。だからこれ込みで1000枚だね多分。引き戻し期待度は見て、強いじゃん。魔界ループの期待値がめっちゃ高いじゃん。これが強いんだろうな多分。なんかラオウかあんな、待っていたぞケンシロウみたいな。さあこれで、あ、ここに戻んのか。なるほどね、ここに戻るんだ。でこれで戻、負けても魔界ループに行くってことね。な、え、いいじゃん。 85% でしょ。ここから 30%。おめでとう。フリーズは伸びやすいから、もしかしたら50連とかねいける可能性あるんで、ゆきみさんおめでとう。スーパーチャット石油頑張ってね、一緒に頑張ろうね。ありがとう、フリーズおめでとうございます。
え、ここの勝率 30% しかないの。30% ってどういうこと。あでダメだったのね。でまたここに行くと、でこれは 70% ループでしょ。引き戻した 30% 頼むぞ。さあ引き戻した。これ結構強くね。いやいいね、コイン増える。 OK。 そう、頼むよ熊超人。何か引け。お、カットイン入った。3、あと2回、あと2回で悪魔大行進。頑張れ。ダメか、怖い。おお、カットイン入ったよ。あと1回、あ、あと2回か。感じるぜ。いいよ。いやー、ついな、やばいな。頼む頼む頼む。あー、で、なるほどね。でも増えてるからここから引き戻すと。なるほど。いやーダメ、 70% だぞ。あと0引いて。お、いや結構面白いなこれ。0引け、頼む0。怖い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 。 70% なのに。ここは減算。お、チャンスベル、これはあり。さあ、いいよ。けーけー、893。飛べる。なにこれ、待って、行ったべ。さあ、さあ行きましょう。さあ、ふー、さあ頼むぞ。これ当たるか、弱くね。あ、当たる。これ勝手い。
さあ、そういうことだよね。ありがとう、岡さん、スーパーチャット、センキュー。ありがとう。ありがとうございます。スーパーチャット、ありがとう。まあ、ちょっと分かんない人のためにね、説明すると、通常時は、ここの疑似ゲーム数を伸ばしてって、当てるって感じです。で、AT 中は、特定子役を引いて、霊役を引いて、ストックする、継続させるって感じです。まあ、モンキーターンと絆っすね、AT 中は。さあ、行きましょう。OK。さあ、ここからミード君、バラバラになります。もう先告知します。かわいいミート君が、これどうやってバラバラにされてんの。うわー、あー、かわいそう、かわいそう、ミート君取り戻そう、ミート君の体を。いいね、スプリングマン、ストレッチマン。さあ、ミート君を取り返そう。あ、なんだよ、ちげえのかい。確かに。さあ、オッケー、オッケー。ちょっと待って、やばい、体が。あ、レペキョさん、ありがとう。15,800円の赤スパデート、ほら大好きな色やって、眠気覚ましです、ありがとう。レペキョさん、ありがとうございます、ありがとう。大好きな色やって、赤スパありがとうございます、ありがとう。15,800円、赤スパセンキュー、ありがとうございます、ありがとう。ごめんね、本当申し訳ない。好きな色や。あ、まあ、ストックは取ってるから継続確定。ありがとうございます、レペギョさん、ありがとう。本当に感謝、ごめん。いや、なんか体力がねダメだった。ありがとう、レペギョさん、本当に感謝です。スーパーチャット、センキュー。赤スパありがとう、ありがとう。いや、マジで感謝、ありがとうございます。さあ、さあ、頼むぞ。あ、見られてました、頼むで。でパチャ、一応全部読んだと思うけど、あれ抜けてる？頼むぞ、チェリー行くぞ、頼むぜ、レイク。さあ、ありがとう、ありがとうね、レペギョさん、いつも応援ありがとう。15,800円長さね、本当感謝です、ありがとうございます、ありがとう。サンキュー。さあ、頑張りましょう、ありがとう。え？俺様の勝ちだ。おお、セーフ。あぶねえ。
ッケー。次はマウンテンかな。あ、ツタンカーメンか。さあ、おお、待って、頼む。ダメか、ダメか。何これ。あ、スイカ。うおお、じゃあスイカがチェリー引きゃいいのか。こういう時にベルなんだよな。これスイカだったら2個ストック。さあチェリー、まあ継続確定だね。 OK。 さあ行きましょう。さあ継続確定。まあスイカが良かった。頼むぞー。あれ、へーふー、どうすいてこれ。負けない、俺も負けない、俺も負けないね。残り4人、次継続すれば 65% 以上。ザ・マウンテンか。あの、もう一回来い。突破できれば熱い。てやん、これ継続だろう。これ昔初代でもあったからね、やれてますね。さあチェリー行こう。ってことはこの追加 65% 以上になるわ。オッケー、さあ頼むぞ。クライマックスです。へえ、筋肉マン CLE マッソウ MULELE マッソウ321。 OK、 いくぞ。負けねえ、スイマにも筋肉マンにも負けねえ。さあここから継続率が上がります。 65% 以上。あ、ブラックホール。さあー頼むぞー。ここチェリー、チェリー行こう。いけいけ、 65% だ、 65%。 でもチェリーが引けない。
うわなんてことだ、筋肉マンはどこに。うわ終わった。いや煽った。ほらだから150万パワーまでやる。ありがとう。まだね、まだ大丈夫。なにこれ、オイドンシャーク行ったべ。何も引いてねえぞ。オッケー、正義超人チャレンジ。さあ子役だ。おうま、30揃っちゃえ。オッケー。さあこれが最大前兆。頑張れ、ありがとう。まあ当たんねえけどね。よ、彼寝ながら打ちますね。叩きつかれられた、ロビンマスク。だレインボーなってないちゃうか。さあいや眠眠ってかもうやばい、気失いやっちゃう、気絶やそう。パンダ T シャツってなんだ。感謝です、ありがとうございます。でここファラオマンか。いやもうダメだ、治癒しなっちまう。ごめん、3日目に引き続きここで終わりにしよう、ここで終わりたいと思います。現在5869枚。ありがとう、本当感謝、マジありがとう。5869取れました。いやでもこの台悪くないな、面白かった、うん。いや、メンスいかないよ、面白かったよ、完全に気絶してた、ありがとう。そう今日はねここで終わりにしようと思う。いつまではまだやるんだけどね、申し訳ない。ありがとう、勝ちおめ、大勝利だねこれ、大勝利。6万ぐらい勝ったな。いやーほんとよかった。この辺で結界いましょう。うん、いやー連続で勝ちましたね。うん、でまあこの台はねよかった、僕的にはいい台だなと思った。出たからとりあえず。皆さんもね僕のを見てちょっと参考になればぜひぜひね打ってみてください。割と面白かったです。でよかった、最後でチャンネル登録ねぜひぜひよろしくお願いします。ごめん最後ちょっとしんどくてごめんね、途中で気絶しちまうような、最近ちょっと気絶するな。前大丈夫だったんだけどな、年なのかな。お疲れ様でした、お疲れ様でした。はい、ってことで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。いやこれアラフォーのあれかな、38歳、ちょっと36歳か37歳はねできた、寝なかった、あれ大丈夫、ありがとう。ってことでごめん、ちょっとここで一旦終わりにします。じゃあ皆さんお疲れ様、ありがとう。この台ねおすすめ、とりあえずよかったら打ってみてください。また大川さんスーパーチャットありがとう、たまには早く帰ってゆっくり休もう、ありがとう。大川さんもねスーパーチャットセンキューありがとうございます。お母さんもありがとう、スーパーチャットありがとうございます。最近ちょっとやらかしてる。ってことでこの辺で終わりにします。じゃあまたね、おやすみ、バイバイ、おつおつ、じゃあねー。